カガッシュ国アヨワ州、スーシティ出身のバスケットボール選手。NBA のシカゴブルズなどに所属していた。ポジションはガード。タフなディフェンスと長距離シュートが武器。相性はその高いキャプテンシーから、キャプテンカークと呼ばれる。大学は、カンザス大学に進学。NCWA のビッグ12に所属する、カンザス大では、1年生の時からアシストを。 量産するなどして活躍した。翌年は成績も上昇し、年間アシスト数はすでに国内8位の成績を誇った。また、ビッグ12の年間優秀チームのセカンドチームにも選出された。3年生の時にはチームがファイナル4に進出した。カンザス大学卒業後、NBA ドラフトでブルズから全体7位指名を受け NBA 入り。 新人ながらチームの司令塔としてプレー1試合平均12.0得点、6.8アシスト、3ポイントシュート成功率39.0%を記録し、オールルーキーファーストチームに選出された。翌04から05シーズンには、新加入のベンゴードンやルオールゲンラと共にプルズをプレーオフに導く。ファーストラウンドでワシントンウィザーズに敗れたものの、チームは、 ハインリックを中心に大きな前進を果たした。続く05から06シーズンにはチームの連敗が重なり、プレーオフ進出は一時絶望しされたが、ステップアップしたアンドレの仕様にらの活躍もあり、滑り込みで2年連続にプレーオフ進出を果たした。2006年に日本で行われたバスケットボール世界選手権のアメリカ代表となり、何試合かは先発出場も果たし、 銅メダルを獲得した。06から07シーズンは、シュート力が向上。FG 成功率、3P 成功率がともに上昇。チームの勝ち星も50勝まで伸び、翌07から08シーズンには、さらなる飛躍が期待されたが、シーズン序盤から不振に陥ってしまい、シーズンごとに上昇していた成績は初めて後退し、チームも、プレーオフ進出を逃した。 2010年7月8日、ケビン・セラフィンと共にワシントン・ウィザーズのウラジミール、ベレミエンコとの交渉権とトレードされた。2011年2月23日、ヒルトン・アームストロングと共にアトランタ・ホークスのマイク・ビビー、ジョーダン・クロフォード、モーリス・エヴァンス、ドラフト一巡指名権との引き換えで移籍した。2012年7月23日、 フルスのシカゴブルズに2年契約で移籍した。2016年2月18日、ユタジャズも絡んだ3チームカントレードにより、フルスであるアトランタホークスに復帰することになった。レギュラーシーズンプレイオフ大学時代は、シューティングガードを専門にしていただけあり、高得点を記録できるオフェンス能力を携えている。毎年、コンスタントに100本以上の成功数を誇る3。 p シュートのような長距離シュートも得意とする。彼が NBA 入りする前年、新人として高成績を残していたポイントガードの j ウィリアムスがバイク事故によって戦線離脱。ブルズに指名された後、ポイントガードにコンバートされた。大学時代は通算で平均4.7アシストだったが、ブルズ加入後はキャリア平均6アシスト以上を記録している。 今日でも主にポイントガードをこなすが状況に応じてポジションを使い分ける器用さを持ち合わす。近年は司令塔としてまたチームリーダーの一人として期待がかかっている。ありがとうございます。